こんにちは、うみです。本日はですね、今日発表されたすごいイベントについてちょっと見ていきたいなと思います。こちらですね、こちら、はい、10周年ガチャドラフィーバー最終ラウンドまで達成で魔法石100個、おめでとうみんなこちらはですね、18日金曜日、もうあさってとかかなから始まるんですけども、ガチャドラフィーバーですね、ランキングダンジョンのイベントですけども、こちらがですね、報酬がすごいことになってまして、全ユーザーの累計スコアで最大魔法石100個ゲット、これやばくない？10周年でさ、300個ぐらい配布されてると思うんですけど、原画師あったりゴッドフェスあったり、大の大冒険あったり、結構使ってる方がね、ほとんどだと思います、残さずにね。このあとハンターハンターと、キングダムを控えてますね。あと新学期ガチャもありますからあるので、この魔法石100個追加はかなりうまいというか、ありがとうというか、さすが運営さんですね、ありがとうございます。でさらにガチャドラを通して各属性の、奇跡特大などの入手チャンス、これも地味にうまいですね。でイベントメダル虹ももらえるということで、これはね本当に報酬がうまいので、今まであんまりガチャドラフィーバーやってなかったよとかいう方とか、あと今ちょっとパズドラそんなに力入れてやってないよっていう方でも、これはね絶対にやった方がいいと思います。ちょっと詳細見ていきましょうか。ルール的にはいつもと一緒ですね。その横に表示されている、数のドロップだけ消すっていう感じで、はい。そしてこちらが魔法石の報酬の詳細なんですけど、第4ラウンドまであって、4ラウンドまで行くと、全部で100個がもらえるっていうことですね。最終3900億ってなってるんですが、達成できない数にするわけはないので、できるんじゃないかなっていうか、魔法石もらえるってなったらみんなやるでしょう。次が、レアモンスターゲットのチャンス、ちょっとあんま見えないけど、ノエルドラゴン 20P とか、あと枠解放とか6枠洗剤とかねあるので、もうこれは普通にやる分にも、損はないダンジョンですね。はい、そして二次メダルですけども、最終順位20杯以内まで上位になるほどイベントメダル虹が10枚までアップ、だから最高10枚もらえるんだね。10枚はうますぎる。でしかも10杯以内なら王冠もゲットできるということで、いやもうこれはね得しかないイベントですね。18日からかな。でガチャドラフィーバーのこと知らない方のために言うと、このランナーはですね、関スト値がありまして、99万9999までいくともう自動的に 0.1% になって、そこから上はないし、王冠は確定っていうダンジョンというかイベントですね。関ストまでは、23時間あれば関ストできるかな。ずっと周回して23時間っていう感じですかね。いやこれはね絶対にやろう。でも何はともあれ、魔法石100個が本当に美味しすぎるので、このね100個の使い方に関してはもちろんハンターハンターとか待ってもいいし、18日ダイもまだやってるよね。あと4日なんで、ダイもギリギリいけるので、ポップとかさ、ミフトバーンとかマートリフとかね、狙いたい方はこっちを引いても全然いいんじゃないかなと思います。はい、という感じで、皆さん楽しみにしておきましょう。ガチャドラフィーバーみんなでね、頑張って4ラウンドまで達成させて100個もらいましょう。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。